いや、今日はね、胃カメラに行ってきたんですけれども、ずっとこの辺がね、気持ち悪いんですよ。だるいというか、軽く喉の奥に指を突っ込まれているような気がしている状態のままずっといるわけなんですけど、これいつになったら治るんですかね。今日うまく話せなかったらこのせいということで。 はい。というわけで、本日はね、ソニーさんの FE50mmF1.2 のレンズがついに発表になりましたよというところでお話をしていきたいと思います。本編どうぞ。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていければなと思っております。このチャンネルではカメラ楽しいよねコンセプトに様々な動画をお出しております。またね、サブチャンネルの方でチーバー散歩という形で千葉のね観光なんかを巡ったりしておりますので、ぜひねチャンネル登録をいただけると幸いかなと思っております。よろしくお願いいたします。さて、先ほどもお話しさせていただきました通りですね、ついにですよ、日本でね、FE50mmF1.2GM のソニーさんのレンズが発表となりました。今回はね、このレンズについて皆さんとご一緒に見ていければなと思っております。このレンズね、結構待ちわびていた方も多いんじゃないでしょうかね。そもそも E マウントに関しては 50mm の GM っていうのは出ていなかったんですよ。で、これが 1.4F1.4 として保管されてくるのかなと思いきや、 F1.2 でここから切り込んできたというところでね、ソニーの新しいレンズの新体制のね、単焦点のシリーズの一つかなと思うんですけれども、これね、ちょっと楽しみですよね。 E マウントで軽くて小さくて F1.2、ソニーがね、今まで様々な開発をしてきたこのノウハウがあるからこそ開発ができた、そんなレンズなんじゃないのかなと思います。ソニーはこれまでのレンズすごいコンパクトだなとかっていうふうに僕自身も思ったことはなかったんですけれども、FE の 20mmF1.8G のレンズ以降ですね、描写能力が非常に上がりまして、コンパクトで軽いながらも非常に優秀なレンズをね、作り続けているんですよね。もうまさにね、フルサイズ界のマイクロフォーサーズなんじゃないかなみたいな、そんなね、ポジションを確立させつつあるね、ソニーの E マウントフルサイズミラーレスカメラなんですけれども、今回のね、この 50mmF1.2GM のレンズはね、そんな魅力がギュッと詰まっているようなレンズになっているんじゃないのかなと思います。ではね、発売日、価格、スペック、あと良い点悪い点などを踏まえながらね、順にお話をしていきたいと思います。ではね、まず発売日から、2021年の4月の23日発売ということで、もうね、1ヶ月余りで発売するということですね。なんかもっと遠い先のことなのかなと思ってたんですけれども、まあ意外に近いんだっていう、このね、ワクワク感が非常に抑えきれない、そんな感じでございます。価格なんですけれども、$1,999、22万円前後ですね。参考までにキヤノンとニコンの 50mmF1.2 のね、レンズの価格を申し上げますと、キヤノンはね、大体29万円ぐらい、ニコンは24万3000円ぐらいということで、それに比べてもスタート値としてはすごく破格なんじゃないかなと思います。今のキヤノンとニコンのレンズは価格 .com での、本日付での価格となっているんですけれども、それよりも安くなっているんで、これはね、もしかしたら10万円台に突入する初めての 50mmF1.2 のレンズになるんじゃないかなと思っております。ではね、スペックを簡単にお伝えしていきたいと思います。レンズ構成10分14枚、最小絞りが F の16ですね。で、絞りバネは11枚、最短撮影距離 40cm ということなんですけれども、これね、キヤノンとニコン参考で数値を出しますと、ニコンは 45cm、キヤノンは 40cm ということで、キヤノンとソニーはね、同じ 40cm、 ニコンがちょっと離れて撮らないといけない 45cm っていう感じになっております。意外にね、この近くの 5cm って大きいんですよね。なので、そういう意味では非常に優秀なレンズになっているんじゃないのかなと思います。手ブレ補正に関しては、ボディ内手ブレ補正を流用していくということで、非対応、そしてテレコンも非対応で、次、大きさなんですけれども、K の最大の数字が 8.7cm、 長さが 10.8cm となっております。参考までにニコンとキヤノンを申し上げますと、ニコンは 8.9cm の最大径で、長さが 15cm ということで、長さも太さもね、ソニーよりもだいぶ大きくなっている。そしてキヤノンに関しては、8.9cm の
10.8 ということで、長さは一緒なんですけどキヤノンの方が少し太いということで、この3社で比べると一番ちっちゃいのが今回出るソニーということになります。あとね、重さですよね。重さね、 778g ということで、ニコンは 1090g、 キヤノンは 950g ということで、ニコン比でいうと 300g ぐらい軽くなってます。 300g っていうと缶ジュース1本分ぐらい違うことになるので、結構な重さの違いになってくるんじゃないでしょうかね。そう、今回のレンズのポイントは小型軽量っていうのを維持しながら F1.2 の開放 F 値というのを実現したことになります。昔から F1.2 のレンズというのはね、出てはいたんですけれども、小型軽量してさらにオートフォーカスを積んで、そして価格を抑えていくっていうレンズはね、今までなかったので、今回初めての試みになってくるんじゃないでしょうか。そして FE12-24mm、 F2.8GM のレンズに続いてナノ AR コーティング2というコーティングが今回採用されております。今までのレンズとは一線を画すという形で、フレアとかゴーストっていうのをね、できるだけ抑制して抜けの良い写真が撮れるというコーティングなんですけれども、今回のレンズはね、非常にこれが期待できるポイントの一つなんじゃないのかなと思っております。そしてもう一個特徴として注目なポイントがあります。それは外観を見ていただくと分かるんですけれども、なんとレンズの上にね、フォーカスフォールドボタンがついているんですよ。いやいや、こうやって撮っててフォーカスフォールド上にあったら押しにくくないって思うかもしれないんですけど、これを縦で撮るときにこのフォーカスホールドボタンっていうのが自動的に上だったものが左側に来るんですよ。そうすると通常のフォーカスホールドボタンと同じ感覚で押すことができるので、これはね、非常に便利なところなんじゃないのかなと思っております。今回ね、このレンズを使って撮った写真っていうのが60枚ぐらい公開されたということで情報サイトにありましたので、そのね、リンクをお貼りしておきたいと思います。概要欄の方ね、参考にしていただければと思うんですけれども、これね、公式サイトで見ている写真とはなんだかちょっと違うなっていうふうに思いながら見ている人も多いんじゃないのかなと思います。これを見てね、その上で僕の個人的な感想、良い点悪い点ということでお話をさせていただければなと思います。写真を見てね、思うことなんですけれども、 FE20mm、 F1.8G のレンズ以降ね、このシャープさっていうのがより一段と引き締まったっていう感覚が非常にします。 35mm の GM のレンズもしかりなんですけれども、本当にね、素晴らしい完成度なんじゃないのかなと思います。このシャープさと軽さ、小ささ、この辺のね、組み合わせをね、非常によく考えて作られているレンズなんじゃないかなというところを非常に強く思いました。次ね、悪い点、僕は悪いんじゃないかなと思った点、まだ実際に使ってはいないので、なんとなくね、写真を見て思った点についてお話ししますので、まだちょっと曖昧なぼやぼやっとした形にはなると思うんですけれども、まず一つ目がね、周辺原稿があるんじゃないか疑惑。この辺はね、やっぱりいつものやつって言われればいつものやつなんですよ。でこの辺をね、どう戦っていくかっていうのが、この E マウントのレンズでのソニーの戦いの、なんていうのかな、目的の一つになってくるんじゃないかと思うんですよ。やっぱりマウントがちっちゃい部分、どう知恵で補っていくかっていうのが、おそらく開発時に求められているポイントになってくるんじゃないかなと思いまして、その上で言うと、改善はされているんだけれども、まだ完璧には取り切れないよねっていう状況になってくるんじゃないのかなと思います。正直ここに特化させるために大型化したニコンの Z マウント、そして、ここはね、解決できる問題として今はこの E マウントで攻めているこのソニー、このね、勝負の分かれ目っていうのは、やっぱりね、こういった部分の大きな差をね、どう技術でセンサーの力で埋めていくかっていうのがね、ソニーに問われる部分じゃないのかなと思います。2つ目、ボケがね、ちょっと好き嫌いが分かれそうだなっていう感じがします。というのも、公式サイトのね、写真を見ていると、なんか綺麗なボケなんだなっていうふうに思ったんですけど、なんか今回上がっている画像をね、改めて見てみると、なんかちょっとボケ強いかな、癖があるかなっていう感じがしました。この僕の考えを聞いた上で、もう一回ね、写真を見ていただきたいんですけれども、皆さんいかが思いますかね。ボケってその元の形とかっていうのを強く反映したりとかするので、何とも言えないんですよ、今の段階では。ただなんとなくフィーリング的に感じるものとしては、ちょっとボケは人を選びそうだな。僕はね、ちなみにちょっと
苦手というか好きじゃないボケのタイプかもしれないです。まあ、ただこの価格帯でこんだけボケれば素晴らしいよねっていうふうにも思いますし、シャープネスなんかね非常に好きなノリを出してくれているので、まあ、その辺の総合点としてこのレンズをどう評価していくかっていうのが大事なことなのかなと思いました。さていかがだったでしょうか。軽量化小型化に特化したソニーらしい写りをね求める方には非常に素晴らしいレンズになってくるんじゃないのかなと思います。個人的には描写のテストとしてニコンの Z50mmF1.2S のレンズとね取り比べをしてみたいなっていうのはすごい強い思いがあります。ただね正直このクラスのレンズになると本当に99点か98点かみたいな、あとは透暗用紙が赤かったか白かったかみたいな、なんかそんな違いにもなってくると思うので、まあ、どのレンズをね購入しても大体満足いくものがね取れるんじゃないのかなとは思います。はい、まあ、そんな感じで最後雑なまとめになってしまいましたが、今回ソニーさんのね FE50mmF1.2GM のレンズということで取り扱いをさせていただきました。僕もねソニーのカメラ最近ちょっとあんまり使わなくなっちゃったんですけど、このレンズはちょっと使ってみたいなって思います。このレンズだと 35mm、 やっぱりねこのピント面のシャープな解像力は非常にね魅力的に仕上がってると思うんですよね。ちょっとねポートレートをこれで撮ってみたい、まあ、どのぐらい満足いくものが撮れるかわかんないんですけど、一回ちょっと試してね使い倒してみたいなと思っておりますんで、その辺もねぜひ動画にさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。というわけで本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。そしてついでなんですけれども、サブチャンネルのチーバー散歩、千葉のグルメとかね観光地に行ってみたりしておりますんで、ぜひねこちらも見ていただければなと思っております。というわけで皆様良いカメラライフを。では。